武井照子天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ、年越えて、まあ独身の方とかで、まあ好きな人に、まあ告白するとかいうのが恥ずかしかったり、それで断られたらどうしようとか、傷つくしとかで、まして相手がちょっと若い子やったら何このさみたいなんで躊躇してる人とか俺はたくさんいてると思うんですよ。そんで今のご時世そういうので、なんか逆にその職場とかでね、なんかそういう子が好きな人ができたりとか、そういうのを言ったらなんかセクハラみたいに言われたりとかするので、まあほんで男性の立場って結構なんかこう、そういう、なんかもうそういうのに躊躇してしまう、なんか、世の中になってしまってるやなと思いますよ。でもね、やっぱり好きなもんは好きとか、なんかそういうことを言えるような、生き方をしていかないかんなと思うけど、まあでもそれはね、いざそうやってなった時にはこうなかなか難しいもんやで、若い時はね、そら俺らでも若い時こう好きな子に付き合ってくれやとか、それからもうちょっとキザにね、言うてみたりとかね、まあこんなよく俺の滑走路に着陸してみないかみたいなこれ何言うてんねんって言われるなみたいな、そんなシャレでね笑ったりとか、そんで俺若い時やったら好きな子にね、時計をプレゼントして、それで、パッと時計、ペアウォッチなんですよ。ほんで、それ、パッと時計見たら、長い針なしに短い針だけがあるんですよ。彼女の方には。で、俺の方には、短い針だけあって、長い針だけあって短い針がないっていう。そんでそれ二人がこう合わせたら、時間がわかると、一時も離れたくないみたいな、そんな告白とかしてね、気持ち悪いとかって言われたことあるんやけど。まあそんなね、どういうの躊躇なく言うて恥かいてみるのは若い時はできるけど、そやけどこう、なかなかこう、ね、そういう自分が傷つくとかいうのがあるし、そんで、まあ時代がね、なんか今って逆に、もしも君のことが好きだとしたらどうするみたいな、そんな聞き方するらしいよ。もしも、みたいな。それと逆に、もう男の方が女の人からこう告白され待ちみたいな、なんかそういう時代に来てるみたい。でも、やっぱり男の方からこうなんかこう告白せなあかんのちゃうかなとか、それで、でもまあ時代が時代で、ナンパとかも今ってあかん時代になってきてるんやと思うのよ。俺ら10代の頃やったらね、本当に車でね、走って歩いてる女の子に、彼女乗っていかへんとか言って、ね、乗ってくるんやからね。で、その時代ね、車でクレスタとかソアラとかクラウン乗ってたらもう車でモテてた時代よ。ねえ、今考えたら、それって怖い時代よね。そんな知らん人の車に乗ってみたいな。まあそういうね、犯罪があるかもわからん言うて、今の子たちは絶対乗ってけんよね。ほんで、まあ大阪やったら昔ナビオ阪急の周りを、車がぐるぐる回って立ってる女の子をナンパするとか、ほんで横浜やって山下公園とかね、車、こうバーッと待ってる横に車横付けして声かけて気が合ったらこう、車で一緒に行って、ほんでどっちかの車に乗るみたいな、そんなナンパとかもあったりする時代があるけどな。今なんかナンパとか声かけたりとかしたら、何とかいう風になるんちゃう？俺は10代のとこ、頃よ、大阪とかでナンパしてた。ほんでまたな、大阪の女の子は断り方もな、彼女、友達何人で来てんの ?800 人とかいう、もう断られてるわ、みたいなな。そんなんがあったんやけど、さあさあ、今よ。まあ皆さんね、メッセージを伝えるにもいろんな方法がありますよ。今、LINE であったりとか、メールであったりとか。そういう簡単なだけあって、そこにもこうね、冗談で済まされへんみたいな、うわ、何これ気持ち悪いとかね。ほんで昔やったこう手紙ラブレターとかね、書いてこう渡したりとかするのが
ありますけど、でもそれってもうガチやんか。それで、まあ俺らぐらいの、年超えた人がそんな、なんやのみたいな、なると思うのよ。だからここをね、でもやっぱり気持ちを相手に伝えたい。伝えたいっていうか、伝えた自分でありたいみたいなんで、そこで何か、相手も、こう、あ、もしかしたら、OK なんちゃうかとか、あ、気づいたんちゃうかなとかいう、その声のかけ方というか、言葉のかけ方で、この言葉ええなって思ったの。それは、明日の月は綺麗でしょうね。これどう？これどう？皆さん。武井何言うてんねんと。いやいや、ちゃうねん。冷静に考えて。そう、皆さん。何言うてんのってなるやんか。でも、月の話をするって、思いを寄せてる人とか、心許す人とか、例えば、まあ仕事から帰りに、なんか同僚とか、上司とかでね、なんかのプロジェクトが一つ達成して、パッとこう月見て、今日は月綺麗だね、とかいうので、なんかの気持ちがこう繋がってるとか、なんか気持ちが、思いがある人にしか俺は言わない言葉やと思うの。月のことって。昔、月がとっても青いから、泊まり終わりして帰ろう、みたいなね。ああいう月ってなんか特別なもん。で、ちょっとこうロマンチックっていう、そこの中で、例えば、アルバイト先とかで、その女の子に、明日の月は綺麗やろね、とかで、え？はい。でしょうね、みたいな。特にましてそんな、いや、昼間やんけ、とかね。うん。それをこうね、夜こう二人でこう歩いてて、ふっと止まって、明日の月は綺麗だろうね、とか言う。ね。うん。な、え、今日の月も綺麗けどって思うやんか。んで、なぜ明日の月は綺麗だろうねっていう言葉って何かって言ったら、どういう意味をしてるかって言ったら、今、自分の中で思ってることとか、ああ、言い出せないこととかを言ったことで、晴れやかになって、明日の月は、自分が見える月は綺麗くなるんだよ。今、俺は今、あなたに思いを言ったんだよっていう言葉なのよ。でも、それって直接的じゃないやんか。わかる人だけわかるやんか。ね。ね、この人何言うてんの？とか。で、俺ね、いきなりね、それを、なあ、明日の月は綺麗だろうね、とか言ったら、とかなると思うのよ。それと逆に分かった。例えば、その女の人が、きっと晴れると思うよ、とか言うたら、もう絶対これは意味を分かってて、で、きっと晴れると思うよっていう言葉は、私はあなたの気持ちが伝わったから、私もその気持ちに、うん、なんか受け入れてる。だからあなたの見える明日の月は綺麗いと思うよ。きっと晴れてると思うよっていう返しやと思うの。もしも、そう言うてくる人がおるかもわからんやん。でも、明日の月は綺麗だよ。あ、明日の月はきっと綺麗だよ。ね、とかって、ね、言った言葉って別にこれセクハラにもなれへんし、なんか直接的な告白じゃないから、なんかこう、ってこの、でも自然現象のことを言ってるから、そこの、ほんで自分がそれを言ったっていう、こう、自分の気持ちの中で、俺、これは、一つの、なんか言葉としての賭けができるような、うん、なんか、ええ年越えてのおっさんとかが、なんか、そういう独身の人とか、そういう人に、自分が独身でこう好きな人にこういう言葉でこの明日の月は綺麗でしょうねってちょっと言ってみ、思いを寄せてる人に、まあ相手がどういう反応を示すかよ。うん、ね。でましてこう二人でこう歩いててふっと立ち止まって、明日の月は綺麗だろうねって言ったら、もうそこできっと明日は晴れるでしょうねと。もうこれもオッケーや。うん。ね。で、
2人で歩いてて月の話をするっていう時点でもう2人は親密な、中で2人が近づいているような気がするの。でもそんな近づいてもない、自分の思いも寄せてない、素振りすらも見せてない、でも自分の思いは伝えたいみたいなことで、それだけ何の自分も傷つくこともない、相手を傷つけないっていうことで、明日の月は綺麗でしょうね。言うてみ、絶対これええと思うよ俺。うん。いや本当にね、いろんな答えが返ってくるんちゃうかなと思うよ。うん。え、なんでそんなこと言うのとかって言ってくる人もおると思うし、いや、なんか明日の月は綺麗だろうなって思ってんとかで、え、なんでって、いや、なんか自分の気持ちがね、なんか、うん、晴れやかになったような気がして、明日の月はなんか綺麗くなるような気がするんや、え、それはどういうこと、いや実はみたいな話になってしまうかもわからんや、うん、だから、ちょっと一日空いてる映画のチケットあるんやけど行かへんとか、なんかご飯食べに行こうかとか、一回ちょっと飲みに行こうかとか、とか言いながらどんどんこう交わされていって、もうそこであかんがなみたいな、ごめんなさいちょっとね今忙しいんでとかいうことになったりしたら、もうそこでもうなんかもう、ほんでまして俺らぐらいの歳でもう諦めるやん、あもう無理やんっていう、うん、だからそれをなんかそういう軽いところから、明日の月は綺麗だろうねみたいなところから入っていくっていうやり方ってぜひ試してください。でもこれね、明日の月はきっと綺麗だろうねっていう言い方って、これもう一つは恋の告白みたいな形でもあるんやけど、一つはね、予告みたいな、殺人予告みたいなのを、ワードにもなってるみたい。今日までは月は綺麗くない。なぜかというと、お前が生きてるからだ。でも、お前は明日死ぬから。そしたら俺にとって明日の月は綺麗んだよ、みたいな。だからお前は死ぬよ、みたいな。そういうのもあるんやけどね。そこまで意味を知ってる女性やったら、ねえ、この人。私を殺す気かいみたいな思うけど、まあ、そこまでは知ってる人もいてへんと思うから、ね、ぜひ、明日の月はきっと綺麗だろうねって、うん、ふっとこうね、お目当ての人に、言ってみてはどうですか。